明日天気になれ。いつもナチュラルハイをご利用いただきありがとうございます。今回は先日応募期間が終了したイベント大抽選会の当選者発表の動画です。まずは注意事項です。当選者発表は YouTube、Instagram、LINE アットのみで行います。以前のようにハガキを送ることはしませんのでご注意ください。店頭で景品を受け渡しさせていただきます。受け渡し期間は7月3日から8月1日までです。当選した方は受け渡しの際本人確認ができるもの、免許証や健康保険証をスタッフにご提示ください。本人確認ができない場合は景品の受け渡しができませんのでご了承ください。それでは当選者の発表の前に豪華景品のおさらいをしましょう。まずはお酒が10倍美味しくなるセット賞です。スタンレーのタンブラー2個とおつまみ4種を詰め合わせたセットです。アウトドアでも大活躍のスタンレーのタンブラー2個とおすすめおつまみ4種を合わせたセットです。続いてバズってる美容セット賞です。大ヒット入浴剤バースとこちらも大ヒット美容家電 EMS シートの本当にバズってる大ヒット商品を組み合わせたセットです。続いてはスタッフおすすめ美容セット賞です。人気ブランドトフィーのフェイス&フットケアセットと通称女優ミラー LED 付きミラー、さらにメディヒールのパックのセットです。ナチュラルハイのスタッフがセレクトした美肌セットです。次にキャンプでドヤれる賞です。空前の大ヒットハンズフリーダブルファンとゆらゆらした炎のような光が楽しめる Bluetooth スピーカー、ゆらぎカプセルスピーカーのセットです。遊び心があり本当に注目を集めちゃいそうなキャンプでドヤれる賞です。最後に超絶おしゃれおうち時間できちゃう賞です。メイドインジャパンインターゼロというメーカーさんのこだわりが詰まったとってもおしゃれな振り子時計です。本当に超絶おしゃれな壁掛け時計です。そして惜しくも景品の抽選に外れてしまった方にもダブルチャンスでラッキー賞が当たる可能性があります。今回はキャンパーを中心に大人気のクロセのスパイスです。店頭ではいくらあってもすぐ売り切れてしまう本当に大人気の商品がラッキー賞となっています。それではいよいよ当選者の発表です。まずはナチュラルハイ北見店の当選者の発表です。お酒が10倍美味しくなるセット賞、当選者は北見市にお住まいのアリッシー様、北見市屯田西町にお住まいのカズ様、北見市にお住まいのオミ様、以上3名です。おめでとうございます。バズってる美容セット賞、当選者は北見市北新町にお住まいのカンちゃん様、網走市にお住まいの山田真様、北見市にお住まいの若子様、以上3名です。おめでとうございます。スタッフおすすめ美肌セット賞、当選者は北見市にお住まいのひとみ様、網走市にお住まいのみーちゃん様、以上2名です。おめでとうございます。キャンプでドヤれる賞、当選者は北見市にお住まいのさゆり様、北見市にお住まいのひなみ様、以上2名です。おめでとうございます。超絶おしゃれおうち時間できちゃう賞、当選者は北見市のお住まいの小杉様です。おめでとうございます。そしてお目当ての景品の抽選に外れてしまった方に当たるラッキー賞、当選者はエミリー様、小糸様、スー様、千代様、トモハルママ様、トンデレラ様、ハルちゃんパパ様、ミユ様、ジャックマコ様、雑貨好きな伊藤さん様、以上10名です。おめでとうございます。続いてナチュラルハイ旭川長山店の当選者の発表です。お酒が10倍美味しくなるセット賞、当選者は旭川市にお住まいの黒助様、旭川市にお住まいの高西様、旭川市長山にお住まいの田中様、以上3名です。おめでとうございます。バズってる美容セット賞、当選者は旭川市にお住まいのカズママ様、旭川市にお住まいのくるりんママ様、旭川市春光台にお住まいのめいめい様、以上3名です。おめでとうございます。スタッフおすすめ美肌セット賞、当選者は旭川市にお住まいのこはちゃん様、旭川市にお住まいのバンバン様、以上2名です。おめでとうございます。キャンプでドヤれる賞、当選者は旭川市神楽丘にお住まいのあきこ様、旭川市末広にお住まいの渡辺様、以上2名です。おめでとうございます。超絶おしゃれおうち時間できちゃう賞、当選者は旭川市にお住まいの土屋様です。おめでとうございます。そしてお目当ての景品の抽選に外れてしまった方に当たるラッキー賞、当選者はアリサ様、シュガー様、タヌキとキツネ様、てっちゃん様、ニコ様、バロンママ様、バンドウ様、ももちゃん様、わかめ様、小野寺様、以上10名です。おめでとうございます。それでは最後に注意事項のおさらいです。
当選発表は YouTube、Instagram、LINE アットのみで行います。以前のようにハガキを送ることはしませんのでご注意ください。店頭で景品受け渡しをさせていただきます。受け渡し期間は7月3日から8月1日までです。当選した方は受け渡しの際本人確認できるもの、免許証や健康保険証をスタッフにご提示ください。本人確認ができない場合は景品の受け渡しができませんのでご了承ください。以上、2021年6月開催大抽選会当選発表でした。ご視聴ありがとうございました。